機動戦士ガンダムのですね全話講座、今回はですね、ようやっとですね第3話ですね、敵の補給艦を叩けの回です。で、多分ですねこれガンダムの全話の中でもですね第1話とかはよく語られることは多いんですけども、第3話のこの敵の補給艦を叩けが、一番密度が高いなんかすごい回になってるんじゃないかなというふうに思うのですね、割とゆっくりここは演出とかですね作画とかを含めて、語っていきたいと思います。今回のですね第3話のですね、内容はですね、まあキャラを掘り下げるというかですね、具体的に言えばブライトとシャーっていうですね2人のですね、まあブライトの方は艦長代理みたいなものなんですけど、2人の艦長の立場とかですね立ち位置、人心掌握の差っていうのをですね見ればですね、まあ面白いと思います。この時点ですね、第3話の時点でシャアが20歳、ブライトさんが19歳ですね、もうほとんど同年齢なんですよ。で同年齢で、まあ、同規模のですね宇宙船をですね、それぞれ掌握する立場にあるものがですね、まあ、どんな違いがあるのかっていうのをですね見ていけば今回面白いと思います。特に第1話第2話はアムロによってお話が進んでたんですけども、この第3話からですね、いろんな人の視点が混ざるようになってきます。みんな大好きなですね開始伝っていうですね、まあおちゃらけたというか最初は嫌なキャラとして出てきた人もですね、第3話の方からですね徐々に自分のキャラクターというのを出すようになってきますし、あとは第1話第2話の時には単なるアムロの友達幼馴染みでですねガールフレンド的な役割だったですねフラウボーがですね徐々に艦内での立ち位置っていうのをですね作る。でクラウボーの艦内の立ち位置の作り方に比べてブライトさんのですね艦内の自分の立場の作り方がいかに危うくですね短絡的なものかっていうのがもう第3話のあたりから見えてきますんですね。この辺ですね、まあ見比べていただければいいと思います。